この呼び止まれはフジテレビと BS フジで2017年から2020年まで放送されたバラエティ番組で指原リノの冠番組である。人気アイドルグループから新人グループ、さらには全国で活動する全てのアイドルたちの魅力を引き出すべく奮闘していくアイドルによるアイドルのためのアイドル総合バラエティ番組である。MC を務める指原リノが 毎回ゲストとして登場する夢を抱いて頑張るアイドルたちが集まり、そのアイドルたちのパワーを余すことなく、輝かせるため、現役アイドルたちにまつわる様々なジャンルのテーマに沿って、本気のトークを展開する。さらに、番組では指原がチェアマンを務める日本最大級のアイドルイベント、東京アイドルフェスティバルと同イベントを主催する東京アイドルプロジェクト関連イベントの 最新情報も発信していく。シーズン1は、富士テレビで2017年5月6日から9月16日まで、毎週土曜2時2時30分、BS 富士では、同年5月14日から10月1日まで、毎週日曜2時2時30分に放送されていた。2018年1月1日4時5時には、この指とまで、2018元旦スペシャルが放送され、一部の、 フジテレビ系列局にも同時ネットされた。2018年4月29日から8月26日までフジテレビにて毎月1回日曜2時3時にシーズン2として再開された。BS フジでも同年5月7日から毎月1回月曜1時2時に放送。上記8月26日放送分後予告なしのまま休止状態に入り、 そのまま終了したが、2019年1月1日4時5時に、祝、ティフ1 0周年この指止まれ、2019元旦 SP が放送された。2019年5月27日から、フジテレビにて、シーズン3が毎月1回不定期の放送として、再開された。2020年9月25日にフジテレビにてシーズン4が、放送を決定した。 2021年7月12日、東京アイドルフェスティバル2021より、同イベントの2代目チェアマンに長浜ネルを起用。同年9月19日からは長浜が MC を務める、新番組、ネル、取材行ってきます。東京アイドルタイムズが、富士テレビにて放送を開始した。これにより、この呼び止まれ、は2020年10月19日の放送をもって、終了。 約3年半の歴史に幕を下ろした。東京アイドルフェスティバルチェアマンアイドルサポーターこの指、特命担当、ナレーションシーズン1シーズン2シーズン3シーズン4、シーズン1シーズン2シーズン3シーズン4、ありがとうございます。